皆さんこんにちは。今日は10月の3日。ここ最近本当に過ごしやすい陽気になってきました。今回のスポットは岡山の南部から北に向かいまして、岡山県高梁市成和にある常福寺。そこにはたくさんの彼岸花が咲いているということで、今回向かってみようかなと思います。その彼岸花が咲いているという場所、岡山市内からその目的地までおおよそ1時間半ぐらいです。その行く道中とっても綺麗な景色を見ることができます。おそらく退屈しないかなと思いますね。ようやく目的地に到着いたしました。の県道33号線沿いに来てます。で、この道なんですけども、ずっとまっすぐ行けば新見とか、新成和ダムがある場所なんですけども、今日はその手前ですね。今日はこの目の前にある、お寺ですね。常福寺ですね。常福寺っていうお寺の前にこのたくさんの彼岸花が、咲いております。毎年ね、10月の初め頃になるとこうして、ここだけあの彼岸花が、綺麗に咲いているというちょっと変わったね感じなんですけども、まあ、なんかいろいろと理由があって、この場所にあるのかなと思ったりするんですけども、ちょっと今日はここを歩いていきます。の目の前にかかる真っ赤な橋、安倍山橋っていう橋ですね。もうこれ普通にあの軽音とかあのバイクとかね渡れるぐらいの感じなんですけども、もう非常に真っ赤な橋です。もうこのね県道33号線取ったら絶対目に行くような、ものすごい真っ赤な橋です。でその先に、彼岸花がたくさん咲いてます。で、まあ、こちらね、まあ、以前も何度かね、来たことあるんですけども、まあ、ダムがね、この先あるんですけど、で、まあ、昔はおそらくね、これ、そんなに大きな、今のような川じゃなかったと思うんですよね。ちょっと後で向こうの辺行こうかなと思うんですけど、なんか道があるんですよね、川に続く。もしかしたらこれは本当に小規模な川であって昔、まあ、この下にもまた 何か家とかあったのかもしれないです。渡ってみましょう。あ、でもこれ限られてますね。これですね、これ非常にあの綺麗な、ほとんど人の気配がないです。で、まあ一般的には彼岸花っていうのはまあ縁起がちょっとね、それほどそんなに良くないかったりするんですよね。まあその茎にね毒があったりとかいう花だったりするんですけども、またこれね、また面白いことにね、この戦時中ね食べていたという話を聞きました。この彼岸花の茎ですかね、それをすりつぶして水につけると毒がなくなっちゃうということで、もう非常食みたいな感じで食べられていたということを聞きました。めちゃくちゃ咲いてますね。こちらが噂の彼岸花畑でございます。さあどうでしょう。こんな感じで綺麗に
真っ赤に咲いております。いいですね。先ほど通った真っ赤な橋とこの彼岸花、この組み合わせがいいですね。で先ほどねこの橋、バイク軽音取れるって言ったんですけども、普通に普通のね車も取ることができます。でもちょっとトラックはちょっとどうかわからないんですけど、ぜひ皆さん通ってドキドキしながら通ってみてください。そしてこの先にもまだ彼岸花がたくさん咲いているというので行ってみます。さあどうでしょう、こちら彼岸花畑、先ほどより彼岸花のスケールが大きいようですけど、すごいですね、辺り一面真っ赤です。遠くから見た場合そんなにねインパクトは感じなかったんですけど、近づいてみるとものすごいインパクトです。どうですかこれ、すごいでしょう。道になってますね。このアスファルトというか、で向こうにね石垣が、残ってます。おそらく昔はあの辺りまで、あの辺りより下に川の水が流れていたのかなと思います。先ほどの彼岸花畑から山側の方へ歩いていきます。昔ここには畑や家があったのかな、まあそんな雰囲気のある場所をずっと登っていきます。続いてそうな感じがしますけれども、おそらくこの道通ってお寺に行けるのかなと思います。まあもちろんねショートカットできる道はあるんですけれども、あえてこの道選びました。見えてきましたね、問題ないようです。こちらが常福寺というお寺でございます。1558年創建されたということですけども、本堂は天保の時代に再建されたということです。アップまでねこの彼岸花が間に合うかわからないんですけども、またね1年後とか来ていただけたらなと思います。非常にのどかな、場所にある、お寺とこの
彼岸花、おすすめでございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。